ナムサン会観音製造ナムサン会観音製造は中華人民共和国の海南東南岸、三足市の南山寺付近にある観音菩薩像である。像には正面が三つある。一つは島の方を残り二つは南シナ海を向いており、これにより観音の中国と世界全体に対する典型と加護を表現している。ある一面では、 観音菩薩が左手で経典を抱え、右手で陰藻を結んでいる。もう一面では手のひらを交差させ、樹像を持っている。そしてもう一面では蓮を持っている。像の高さは108メートルで、全体の高さは135メートルである。この像は、世界で4番目に高い像であり、世界で最も高い観音像でもある。建設には6年かかり、2005年4月24日に、 安置された。安置には、台湾、香港、マカオ、中国本土の各州派から構想108人が、そして巡礼者が1万人参加した。少女仏教と密教の代表も参加した。南山カルチャーツーリズムディストリクトハット南シャンサニャ、南山山市、シャオ、フェン、ジャイアントブッディストスタチューインシュレインドインハイナン、チャイナデイリー。 http://www.chinadaly.com.cn, イングリッシュ doc, 2005-04,16, コンテント 434745HTM 貼と、ホーリー・スタチュー・オブ・グアニン、ブッターン・ベールド、シノイス・イングリッシュ。 h t t p e n g l i s h c ナ n a c o m スラッシュチャイナスラッシュ1スラッシュ2005スラッシュ0424スラッシュ28898ドット HTML。ありがとうございます。